岡山県によりますときのう倉敷市船尾町水江の施設の駐車場で野生のオナガガモ1羽の死骸が見つかり簡易検査の結果鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました今月9日には9キロほど離れた総社市秦野空き地で見つかった野鳥の罪の死骸から陽性が確認されていて2例目の死骸が見つかったのは環境省が指定した 半径10キロの野鳥監視重点区域内でした検体は国立環境研究所で遺伝子検査が行われ病原性が高いものかどうかは1週間ほどで分かるということです県は県内すべての養鶏場に情報を提供し感染対策の徹底を呼びかけています